第24回海軍航空隊は、フランス海軍海軍航空隊紹介、海洋監視航空軍令下の紹介機部隊。第1次世界大戦中の1917年に、カマレ・シュルメールで編成された航空センターを起源とし、1952年6月15日に、ランビウエ海軍航空基地で編成された。ランビウエ海軍航空基地に所在し、紹介機に、 ファルコン 50MS を運用する。第24回海軍航空隊は、第一次世界大戦中の1917年に、カマレシュルメールで編成された航空センターを起源とし、1952年6月15日に、アブロランカスター飛行隊として、ランビュエ海軍航空基地で編成された。フランス領インドシナで勃発したインドシナ戦争に、投入され、カマウ、タンチャウ、 タイランド湾での偵察任務を実施し、地上部隊の支援を行った。1954年8月1日にランビウエ、海軍航空基地へ帰還後、大西洋沿岸の紹介任務に就いたほか、モーリタニア、チャド、アデン湾、オトラント海峡、航海、コンゴでの紹介任務も実施している。第24回海軍航空隊は1998年9月1日に一度解体され、 2000年3月10日に第 2S 飛行中隊の任務と所属機を引き継ぐ形でランビウエ海軍航空基地で再編成された。2010年に所属機のエンブライルエンブ121案が第28回海,海軍航空隊に全機移管され脱走ファルコン 50MS のみを運用する。第24回海,海軍航空隊で運用したエンブ121案第24回海,海軍。 航空隊で運用するファルコン 50MS、ありがとうございます。